その瞬間は絶対必要だと思ってポチってしたけど、後々活躍していないものってありますよね。こんにちは、幸子です。今日は私の物欲を抑えるのに成功している習慣を7個ご紹介します。今でこそ私は新しいものを買わないようにしようという思いがあるんですが、過去の私はそんなこと考えすらしていませんでした。まあとにかくお給料から家賃、光熱費、なんか必要経費もろもろ引いた残りは全部洋服に消えていた。もうそんな暮らしをしていました。すごく都会引っかえ、ファッションを楽しんでいるとかいうわけでもなかったので、結局タンスの肥やしっていうものが当時たくさんありました。そんな私がサステナブルな暮らしというのに目覚めて、習慣を少しずつ積み重ねていって、今は新しいものほとんど買わなくなりました。ぐっとセーブできるようになっています。あと買うにしても新品ではなくて中古をまず探すっていうのにもなっています。ただ今回はですね、新品中古は置いといて、とにかく物欲をなんとか抑える習慣という点でお話ししていこうと思います。お気に入りのお店やブランドの SNS のフォローをやめる。さっき私ポチッとしちゃうって言いましたけれども、まあ、私の場合なんですが、買い物はリアルでするよりも圧倒的にネットの方が多いです。もちろん食料品はスーパーに買い物に行くんですが、それ以外の日用品ですらネットで買っていることが多いかなと思います。そんな生活をしているので、特にネットから入ってくる新しいもの、新商品の情報というのは見ない方がいいんです。これは別に全面的に見ること自体を禁止しているというわけではないんです。フォローをやめる、自動的に見せられるというのを切っときたいんです。だから自分が例えば何か欲しいアイテムがある、必要なものがあるという時に、パソコンやスマートフォンのブラウザで見に行くのは全然いいと思ってます。もうとにかく必要だとも思っていなかったのに、なんか出てきたから欲しくなってポチッとしたっていうのをなくしたいんです。雑誌を買わない。ちょっと今時の人雑誌とか買うのかなって思ったりするんですが、でもまあコンビニとかにも置いてありますし、買ってる人もいるかなと思います。私20年前とかは雑誌買っていました。で、雑誌を見るとやっぱり1週間コーディネートにはこんなアイテムがあればとか出てくるんです。そうなると、あらやだ、私これとこれとこれとこれ持ってないわってなると、それを買いに走っちゃうんです。すごく私の脳は単純にできていまして、そういう広告 CM に弱いんです。メルマガ解除、通販を初めて利用するとだいたい会員登録させられる、もしくはしますかしませんかっていう選択肢があったりします。で、会員登録をするとちょこっとポイントが貯まったりするので、会員登録しちゃう流れになることも多いかなと思います。ただメルマガだけは外しておいた方がいいかなと思うんです。SNS と一緒です。セールですよ、新商品ですよっていうようなメールが飛んできますよね。で、それをポチッと押して、リンクをポチッと押して、あら素敵ってなったら購入っていう、もう本当にポチポチポチって 3回4回クリックするだけで買い物ができてしまう状態になるので、メルマガは登録解除した方がいいと思います。私は最近そもそもメルマガをしっかり解除したことを確認するようにしていますし、そういう選択肢がなくて勝手にメルマガが始まることもありますよね。そういう時は一番最初のが届いた瞬間にマイページまで行って メルマガ解除しています。お買い物アプリを削除する。アプリは本当に危険です。いろんなところがっていうか、もうどこもかしこもアプリ作ってますよね。で、まあ有名なところだと楽天とかアマゾンとか、まあ、ヤフーショッピングとか、どこでもお買い物が簡単にできるアプリあるかなと思います。かくいう私が入れていて一番ダメだったのは ZOZO でした。さっきから洋服の話がいっぱい出ているんですが、
ZOZO のアプリを入れていた時は、まあ、当時私もサステナブルな暮らしっていうのを気にするようにはなっていたんです。でも ZOZO の古着のコーナーがあるんですが、まあ、古着だからエシカルだよねっていう感じで、そこで結構買い物をポチポチっとしていました。ちょっとした隙にささーっと SNS、インスタ見て、YouTube 見て、ZOZO 見て、ポチポチっていう流れなんです。とっても危険なので、これはいかんということで、アプリを削除しました。アプリを削除しても、スマホのブラウザでも、パソコンのブラウザでも、買うことはできるので、必要だなと思った時には、ブラウザから探しに行って買い物をしたりしています。まあでもそもそも、ZOZO の存在を普段忘れているっていうのが、私にとって大きかったかなと思います。今ではほとんど買い物してないです。物を買う時に、置く場所があるかというのを考える。我が家はそんなに大きい家でもないですし、収納場所が特別多いわけでもありません。あと私、見せる収納みたいなのがあまり得意ではないです。どうやったらいいのかよくわからないので、基本的には棚の中に入れる、隠すことによって見られる状態を保っているっていう感じです。だから棚の中、収めるスペースがあるのかというのはとても重要です。すっきりとした見た目を保ちたいっていうのもモチベーションになっているかなと思います。これ一番よく考えるのはキッチン家電かなと思います。キッチンの上にできるだけ物を、こう家電をどん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 って並べたくないなという思いが、買うこと自体を抑制しています。ショッピングモールに行かない、これは1番2番と違ってリアルの話なんですが、その20年前のダメな私はですね、もう毎週のように商業施設に行っては服屋さんをうろ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 していました。服屋さんって本当にすごいんです。毎週行ってる私の目にも、毎週新しい商品が追加されているんです。アパレル業界ってものすごいスピードで回転しているので、いつ行っても新しいものがあって欲しくなる。そういうふうにできているんです。これも結局同じことなんですが、自分が何か必要がある、こういうアイテムとこういうアイテムが今欠けているという時にお店に行く習慣というのがいいと思います。私はそういうふうに癖づけているうちにですね、今は全く行きたいとも思わなくなりましたし、近くにららぽーと、大きい商業施設があるんですが、そこへ行くタイミングというのはですね、カルディにコーヒーを買いに行く時だけなんです。あんなに大きい商業施設の中で、ててててと言ってコーヒーだけ買ってビューって帰ってくる、そこまでになりました。たまにはショッピングでもと思って、夫とこう通路をプラプラ歩くんですが、通路を歩いてるだけでお店に全然入らないんです。なんかここ入りたいとかお互い言わないので、結局通路端から端まで歩いてまた帰ってきて、帰りますかってなります。過去の失敗をリストアップする、これも私にとってかなり大きかったです。特に服はそもそも自分の趣味好みで選ぶものですよね。それを1番や2番で出てきた SNS や雑誌なんかの影響でポンと買ってしまうと、あ、自分の趣味に合わなかったっていうことになりがちです。で、結局何年もタンスの肥やしになって場所を占領していた挙句、何年か後に処分されるっていうことになるんですが、処分する時にただただ物がなくなってすっきりして風じゃなくて、何が失敗だったかっていうのを、まあ、書き出す。文字に書き出すとすごく分かりやすいと思うんですが、まあ、頭の中のリストでも大丈夫です。私の場合、服なら素材、色、シルエット、この3つの点において、自分が苦手なもの、結局着ないものっていうのがあぶり出されてきました。以上、私の物欲を抑える習慣7個をご紹介しました。項目はいろいろ分かれていましたが、結局は外から入ってくる情報、まあ情報というよりも宣伝ですね。それを切るということと、自分を知るっていうこと、この2つに分けられるかなと思います。
最近もう毎日のように物価が上がっています。円安になっています。賃上げは物価上昇に追いついていませんというようなニュースが流れてきます。これまで以上にたくさん持つよりも自分が持っているものをたくさん使うっていうことに目を向けていかないといけないなと思います。一緒にいい習慣を身につけていきましょう。それでは今日はこの辺で。またねー。